はい、どうも皆さんこんにちは、動画部トップです。このタイムを動画再生していただきありがとうございます。今回はフルーツバスケットシーズン2こちらの第3話を見ていきたいと思います。前回ね、しぐれさんが素晴らしいお話をしてくれて、きょうくんだったりとおるくんが考えているその未来への不安っていう部分に少しでもその払拭するためにね、いい話をしてくれたっていうあの名シーンがありましたが、今回も素晴らしいシーンがあるんじゃないかと期待しながら第3話を見ていきたいと思います。フルーツバスケットはね、毎回毎回の心が温まるエピソードがあって、その中でその素晴らしいお話を誰かがしてくれて、それでちょっと人生考えたり、その人生に対する処方箋みたいな感じで、フルーツバスケットがお薬的な感じでね、精神の安定を図ってくれるっていうところもあるので、今回もどんな形で自分の心を皆さんの米が炊けましたよ。ありがとうございます。お腹ペコペコなんです。動画が撮り終わったらフルーツバスケット見たら美味しいご飯食べたいと思います。深夜の1時半に何やってんだろうね。失礼しました。はい、何の話してたんだっけ。とにかくね、あのフルーツバスケットに、心を癒されたいと、みんなと一緒に温まりたいなと思いますので、皆さんも優しい気分で見てもらえればなというふうに思います。よろしくお願いします。それじゃあ早速再生していきたいと思います。よろしくお願いします。みんな本当に過去が重すぎるぜ。ゆきくんもか。しぐれさんの話ね、ゆきくんにも聞いてほしかったね。来たな。ウキウキウォッチングとかもやし、今の時代の人分かんないんじゃない。朝から騒がしいね。これがね、彼なりのね、愛情表現だから分かってあげないとね。自分でやるだけやって帰っちゃうっていう。ああ、調子乗らしちゃったよ。朝から言う。ああ。もう、フォーク置くなら皮むいてほしいな。そうだよね、もうしぐれみたいにむしゃぶりついちゃうよね。トールいいやつ。この二人は、この二人が揃うと本当めんどくさいだろうな、ゆきくんからしたら。兄命、着てけないよこんなの。いやー、しぐれさんいいね。いいよね。なんかフルーツバスケットみたいにさ、いつでもさ、誰かが遊びに来てくれてさ、賑やかな家って憧れちゃうよね。しかもそれがこのさ、和式でさ、縁側あってさ、いつもなんか美味しいご飯があってさ、憧れちゃうよね。おろろ、どうしちゃったのよ。いいよ。また茶化す。凍ってきた。まあ嬉しいよね。鳥さん。
お招きいただいたね、トールさん。それサラダさん、わざわざ言いに来た。まあ、ゆきくん言っちゃったからな。しょうがないな、これは。いや、絶対嫌がってないよ。やばそうだぞ。いろんなもの着せられそう。いやー、楽しい。平和ですな。このまま今回は平和な感じでいくのかな。これがさ、連載してた当時は、やっぱゆきくんの方が人気があったのかな。もうゆきくんときょうくんでめちゃくちゃ真っ二つに分かれたくらいになってたらすごい面白いんだけど、今はどうなんだろう。間違いなくこの二人が人気を二分してるんだろうけど、どっちの方が人気があるんですかね。なんかこの曲ってさ、ちょっと聞いたことがあるような感じの曲でさ、すごいなんかどこか懐かしい感じがするんだよね。いや、すごくそれはいい意味でなんだけど、めちゃくちゃ合ってるよね、この世界観に。いやー、キャラクターが多くて、ほんと僕名前全部覚えきれてないんで、そこはごめんなさい。いい歌だなあ。こんなマンションの一室みたいな。知る人ぞ知るって感じの佇まい。中入ったらすごそうだな。あ、本当に京くんは来なかったんだね。スナックみてえ。昭和のスナックじゃん。どうよ。あれ？意外と普通。お、ニューキャラクター。メイドさん。ウェディングドレス着とるやん。まあ、似合うけども、ユキ君。ビビっちゃったろ。なんで着ちゃうんだよ。あるある。トールさんの目が輝いてる。やばいね、トールさんは引き込まれちゃってるね。いやー、オーソドックスなの。いやー、この中なら巫女さんかな。わかるよ。わかるわかる。
すごいな。ゆきくん引いてるんじゃない？確かに。いいね、この喋り方。みね。自作なんじゃない？ミネさん。ほら、来た。絶対この展開になると思ったよ。ムハムハしてるじゃん。ユキくんもついでにやっちゃうんじゃないですか？これは。楽しみだな。ドレスっぽいのとか。なんだなんだなんだ。何？動物コスプレとか。いや、わかんねえな。なんだろう。あら、いい人。店長。わあ、ずいぶん深いことを。すごいなんか店長を理解して支えてくれてる人って感じがするな。店長、あやめさん？いや、俺姉ちゃんいるんだけど、一回しか人生で喧嘩したことないんだよね、姉ちゃんと。二人っきり大丈夫か？けど両親よりいいんじゃない？なんかやばそうじゃん、さっきの朝の夢とか。学校に手土産はまずいんじゃないか？この関係も解決していくんだろうか。いや、兄弟がお互いにいてよかったんじゃない？そう思うと。
過去がヘビーすぎるわ。お兄さんも複雑だな。こういう時にこのお兄さんのテンションはすごい助かるな。ゆきくんは真面目だからあれだけど。リリカル。リリカルってどういう意味だ。自分で言っちゃうのかよ。もう今回のテーマは未来とかなのかな。先週から続いてるっていうことを考えるとずっと追っていくのかな。まあけどあれか、十二支の呪いとかを考えると結局それを解決しないと先が見えないし、ずっと関わっていく話になっていくのか。早くこの兄弟が本当に救われてほしいな。姉さん、やっぱ結構大きい存在なんだね。その通り。みんないるんだから。ユキ君は恵まれてると思うよ。ものすごいいっぱいいるじゃん。本人はまだ心開けてないのかもしれないけどさ、お兄さんだってこんなに、ねえ、どういうこと？お兄さんはもう二度とあれだね、ゆきくんのことを裏切りたくないからひっきりなしに構えに行ってるのかな。やべえな。もう急にいい話になるからな。そうだそうだ。
ゃあ飛ぶ。あ、できたんじゃない？さあ、おっとっとっと、かわいい、めっちゃかわいいじゃん、純白で。どういうこと、どういうこと、めっちゃかわいい。なんでそうなる？殴られに行ったじゃん。ナイス、グッジョブ。いや、こういう友達いたら楽しいね。心許してますね、あやみさんもあの人に。またまた。よかったよかった。いいじゃん、言ったじゃん。おお。やだー、ちょっと。来た。お前来たか。ああ、間違いない。それは間違いないわ。ロマン記念日。Yes. Yes. やだお兄さん。なんでこんなカマっぽくなっちゃったんだ。あ、鳥さん。鳥さん、もうちょっと耳に当ててあげて。あ、いやー、お兄さんいい人だわ。今回もね、引き続きなんていうか先のこととかを見ていく感じで、今度京くんじゃなくてゆきくんのね形でフォーカスした形のエピソードだったけど、こっちもこっちでとてもいい感じに話が終わっていく感じで、ミネさんって人もね、あやめさんのこと本当理解していい関係だし、みんなね、なんか孤独を感じてたり、あれ闇っていうかそういうものを背負ってるけど、それをね救ってくれる人は必ず隣にいるっていうか、そばにいてくれてるっていうのがフルーツバスケットはねいいところだよね。ただそれにね、またなかなかね気づかない、気づけてなかったりするっていうのがね、ちょっとまどろっこしいけど、うん、けど必ず力になってくれる人がいて、それをねちゃんと口で伝えてくれる人がいるっていうのはね、それだけで救われるもんですよ、人っていうのは。で、
家族なんてなかなかそう近くて分かり合えてるようで分かり合えてない部分もあるし、もうやっちゃったもの、言っちゃったもの、してしまったものはしょうがないから、そこからね先をどうぞ行動していくか、どういうふうに態度で示していくかっていうのがすごい大事だと思うんで、それがねあやめさんお兄さんはできてるし、まあ、ゆきくんもねあんだけ口輪でちょっと悪いこと言ってるけど、きっと理解してくれてるからね、だからああいうラストになってったと思うんだから、もうこの兄弟は大丈夫だと思うんだよね。あとはその三者面談で親が来てどうなっていくのかなっていうね。トールさん、トールくんはもうめちゃくちゃ可愛かったね真っ白な、全然動物コスチュームじゃなかったけどいやー面白かったっす。今回もやっぱり基本ね優しい雰囲気、あったかい感じで一貫してやっていくっていうのがフルーツバスケットのいいところだし、それが見たくてそれを感じたくて見てるっていう部分もあるんで、まあまあバカ騒ぎせず楽しんで見てきました。あもうリアクション動画としてはねあんま大きいリアクションがなくてつまらないかもしれないんですけども、まあ、その分いろいろ思ったこと感じたことは言葉にしてやっていきたいと思います。言葉にしてやっていくとその間に次に大事なシーンが来ちゃったりして、もしかしたらいやいやまだその話してんのかよっていうことあるかもしれないんですけども、まあ、なるべく頑張って思ったことは伝えていった方がいいかなと思って、リアクション動画やってますのでどうぞよろしくお願いします。今回も、ご覧いただきありがとうございました。引き続きフルーツバスケットシーズン2第4話でお会いしましょう。以上動画ぶっとつでした。ありがとうございました。バイバーイ。